ターとかじゃないですか。チャットからのご質問をお願いいたします。それでは日本代表選手団選手団関係用登録 ID 番号、ご所属、お名前の3点を記入し、続けて質問を記入の上送信ください。この度初出場で夢の舞台というオリンピックで立たせていただいて、そこで、銀メダルというメダルを取らせていただき、本当にすごく光栄ですし、めちゃくちゃ嬉しいと思っています。私自身あまりその世界で戦ったりっていう経験が少ないので、まあ、実際自分でどの立ち位置とかどういう状況にいるのかっていうのはまだ未だにちょっと分かっていないんですけど、でも本当に最後プレーオフをさせていただいたレディア・コー選手も、金メダル獲得されたネリー・コルダ選手もみんなすごい人たちっていうことは分かっているので、そこの間に挟まれて私が立っているっていうことは本当になんかすごい光栄なことだなっていうのは今少しずつ実感してきました。これからの課題を見つけられたのはやっぱり飛距離アップっていうところが一番で、目標はやっぱり身近な目標はやっぱりメジャー優勝を達成したことがないので、そこを達成したいっていうのが今一番の目標で、総合的にな目標、大きな目標は A 級シードを取りたいっていう目標があります。まあ、順位とかメダルとかっていう場面での心の変化はないんですけど、前日にの最終ホールセカンドで、まあ、番手は違うんですけどユーティリティでオーバーしてしまったのがちょっと頭によぎってしまって、そこで少し思い切り振れなくて少しミスショットになってしまって、結果バンカーに入ってしまったっていう感じなので、まあ、あまりその金メダルがかかってとかっていう心境での心の変化はあまりなかったなって思います。